プレゼンツ高橋尚子キープオンランニング。この番組は健康睡眠大豆の提供でお送りします。高橋尚子キープオンランニング。おはようございます。高橋尚子です。良い睡眠良い走りオンオフしっかりとっていますか。半蔵門からお送りしていますキープオンランニング。今ラジオを聞いているあなた、今朝はすっきり起きれたでしょうか。今月もこの方にいい睡眠のためのアドバイスをいただきたいと思います。タレントの西谷綾子さん、睡眠改善インストラクターの資格を持つニックネーム綾吉です。はい、おはようございます。よろしくお願いします。ね、今日もよろしくお願いします。はい、いや本当だんだんね寒くなってきましたけれども、この季節起きるのが辛くなってきますよね。辛いですよね。大変だと思います。早口は毎朝どんな感じで起きているんですか。私はですね、睡眠改善インストラクターとして勉強したので、はい、やり方がたくさんあるのを知ってるんです、うん、やっぱりそういうのって私生活でも活かされてます、うん、もちろんです。お、偉い、はい、それはですね、もう、寒いとこう、はい、なかなか体温が上がらないので、活動的になりにくいですよね、確かに。で起きるのも大変、はい、でそこでポイントとしてまず一つ目、タイマーで起床1時間前に暖房をセットするんです、はい、それはいいですよね、うん、寒いと起きたくなくなりますもんね。そう、でも自然とこう暖房がこう部屋を暖かくしてくれるので起きやすくなるんですね。なるほどなるほど、はい、で次に私たちは脳に光が届いてから体内時計がリセットされて、はい、朝だっていう風に感知するんですね、へえ。ですので、あの光を浴びることが大事なんです。そうなんですね。そうなんです。じゃあもうカーテンを閉め切った中の暗いところで、ずっと過ごすっていうのは朝も良くないってことですよね。良くないです。私たちの体内時計は24時間11分って言われてるので、はい、その11分のズレをしっかり光でリセットすることがポイントです。それは朝の光とか太陽の光ではないといけないんですか。はい、その光が一番いいんですけど、うんうん、でも今の時期だとやっぱり外を見ても真っ暗ですよね、うん、そうですね。ですのでそういう時は洗面所とか、はい、あとデスクライトなどを利用して、はい、30センチぐらい近づいて1分ぐらい、直接光を浴びなくてもいいので、はい、その光を利用して脳に光を届かせることがポイントです。顔に当てて脳にしっかり届けばいいということなんですね、うん、はい、そうです。そうするとぼんやりとした目が開いてくるので、はい、あの目覚めが良くなるかなと思います。うん、またさらに温かい飲み物を飲んだり、あ、いいですね、はい、あと熱いシャワーを浴びると、はい、こう体温が上がってくるのでもうバッチリです。いつもじゃあそういう感じで、はい、綾吉はこう起きると、うん、どんなスケジュールで朝は動くんですか。私はですね、まず起きたら、はい、まあそのすごい寒い時期だったらやはり暖房ちゃんとセットして部屋を暖かくする。もともと私は遮光カーテンを開けておくんですよ。なるほど。で、あの透明というかレースのカーテンにしておいて自然とこう光が入るようにしておくんですね。へえ。でも今日はちょっと寝たいなって思う時に光が差したら、はい、こう起きてしまって、うん、あ、しまったって思わないんですか。逆に、うん、暗い部屋のままで寝続けると今度生体リズムが崩れてしまうので、明るい部屋で二度寝をするならしてほしいんですよ。なるほど、はい、目をつぶっていても網膜から光は入ってくるので生体リズムが崩れにくいんですね。あ、なんか私聞いてるとあの、はい、いけないことばっかりな感じがして反省ばっかりですね。最近寝るのが4時とか5時で、うん、もうあの朝
ところに寝るので、はい、真っ暗な部屋でずっと寝てたいで、はい、仕事ギリギリまで寝てたりするともう起きて、うん、携帯で、まあ、目覚ましをかけてるんですけれども、はい、目覚ましなるかならないかで飛び起きて、もうそのままもう出発まで何分ってところパパパパパみたいな感じなのでゆっくりする時間が全くないんですけど、はいはい、それはあんまり体には良くないってことですね、うん、そうですね、ちょっとずつこう起きる準備を体に教えてあげるとストレスがなく起きれるかなと思います。生活に余裕を持って過ごしたいなというふうに思います。はい、はい、そして寒い時期そのランニングをする時も、はい、やはり少し体を温めていった方がいいっていうことですか。そうですね、内臓を温めてから出かけると体の負担もなくなるので、うん、なので私朝起きて朝ランする時も、はい、必ず温かい飲み物は飲んでから行きます。あ、やっぱりでも確かにそれはあるかもしれないですね、うん、外からこう寒い外気があっても中が非常に温まっているとすごくこうリラックスして走れるところにつながっていくのかなっていうのをこう言われて改めてね感じました。はい、はい、特に私は今生姜蜂蜜をお湯に溶かして飲むのがハマってます。はい、いいですね、なんかほっこりしそうでね、はい、うん、そうです、じゃあ皆さんもぜひね朝起きてからあったかいところで起きて光を浴びあったかいシャワーやあったかい飲み物を飲んでから、外に出かけるように、そして、毎日生活には余裕を持って過ごすようにしてみてください。アドバイス綾吉どうもありがとうございました。ありがとうございます。タレントで睡眠改善インストラクターの西谷綾子さんでした。お送りしている曲はゆず光です。スポーツシーンにぴったり気持ちが乗ってきますとラジオネームまゆさんからリクエストをいただきました。ぜひラジオの前のあなたもメッセージを送ってください。番組ホームページ tfm.co.jp/jog こちらのメッセージフォームから送ってくださいね。また東京 FM のビルの地下には半蔵門ランナーズサテライトジョグリスがあります。そちらに私とつながるメッセージボックスが設置されていますので、ランナーの方ぜひジョグリスに立ち寄った際はメッセージ残していってくださいね。では楽しい週末をお過ごしください。キップオンランニング高橋直子でした。バイキュー。東京 FM、 東京 FM。おはようございます、よろしくお願いします、ね、今日もよろしくお願いします、はい、いや本当だんだん、ね、寒くなってきましたけれども、うん、この季節起きるのが辛くなってきますよね。辛いですよね、大変だと思います。早口は毎朝どんな感じで起きているんですか、うん、私はですね、まあ、睡眠改善インストラクターとして勉強したので、はい、やり方がたくさんあるのを知ってるんです、うん、やっぱりそういうのって私生活でも活かされてます、うん、もちろんです。お、偉い、はい、それはですねもうまあ、寒いとこうなかなか体温が上がらないので活動的になりにくいですよね、うん、確かに。で起きるのも大変、はい、でそこでポイントとしてまず一つ目、タイマーで起床1時間前に暖房をセットするんです、はい、それはいいですよね、うん、寒いと起きたくなくなりますもんね。そう、でも自然とこう暖房がこう部屋を暖かくしてくれるので起きやすくなるんですね。なるほどなるほど、はい、で次に私たちは脳に光が届いてから体内時計がリセットされて、はい、朝だっていう風に感知するんですね。へえ。ですのであの光を浴びることが大事なんです。そうなんですね。そうなんです。じゃあもうカーテンを閉め切った中の暗いところで、うん、ずっと過ごすっていうのは朝も良くないってことですよね。良くないです。私たちの体内時計は24時間11分って言われているので、はい、その11分のズレをしっかり光でリセットすることがポイントです。それは朝の光とか太陽の光ではないといけないんですか。はい、その光が一番いいんですけど、うんうん、でも今の時期だとやっぱり外見ても真っ暗ですよね、うん、そうですね。ですのでそういう時は洗面所とか、はい、あとデスクライトなどを利用して、はい、30センチぐらい近づいて1分ぐらい、直接光を浴びなくてもいいので、はい、そ
その光を利用して脳に光を届かせることがポイントです。顔に当てて脳にしっかり届けばいいということなんですね、うん、はい、そうです。そうするとぼんやりとした目が開いてくるので、はい、あの目覚めが良くなるかなと思います。またさらに温かい飲み物を飲んだり、あ、いいですね、はい、あと熱いシャワーを浴びると、はい、こう体温が上がってくるのでもうバッチリです。いつもじゃあそういう感じで、はい、あやきちはこう起きると、うん、どんなスケジュールで朝は動くんですか？私はですね、まず起きたら、はい、まあそのすごい寒い時期だったらやはり暖房ちゃんとセットして部屋を暖かくする。で、もともと私は遮光カーテンを開けておくんですよ。なるほど。で、あの透明っていうかレースのカーテンにしておいて自然とこう光が入るようにしておくんですね。でも今日はちょっと寝たいなって思う時に光が差したら、はい、こう起きてしまって、うん、あ、しまったって思わないんですか？逆に、うん、暗い部屋のままで寝続けると今度生体リズムが崩れてしまうので。ライズ東京プレゼンツ高橋尚子キープオンランニング。この番組は健康睡眠大豆の提供でお送りします。高橋尚子キープオンランニング。おはようございます。高橋尚子です。良い睡眠、良い走り、オン、オフしっかりとっていますか？半蔵門からお送りしていますキープオンランニング。今ラジオを聞いているあなた、今朝はすっきり起きれたでしょうか？今月もこの方にいい睡眠のためのアドバイスをいただきたいと思います。タレントの西谷彩子さん、睡眠改善インストラクターの資格を持つニックネームあやきちです。はい、おはようございます。よろしくお願いします。ね、今日もよろしくお願いします。はい、いや、本当だんだんね寒くなってきましたけれども、うん、この季節起きるのが辛くなってきますよね。辛いですよね。大変だと思います。あやきちは毎朝どんな感じで起きているんですか？うん、私はですね、まあ、睡眠改善インストラクターとして勉強したので、はい、やり方がたくさんあるのを知ってるんです。うん、やっぱりそういうのって私生活でも活かされてます？うん、もちろんです。お、えらい。はい。それはですね、もう、まあ、寒いとこう、はい、なかなか体温が上がらないので、うん、活動的になりにくいですよね。うん、確かに。で、起きるのも大変。はい。で、そこでポイントとしてまず一つ目、タイマーで起床1時間前に暖房をセットするんです。はい、それはいいですよね。うん、寒いと起きたくなくなりますもんね。そう。でも自然とこう暖房がこう部屋を暖かくしてくれるので。起きやすくなるんですね。なるほど、なるほど。はい。で、次に私たちは脳に光が届いてから体内時計がリセットされて、はい、朝だっていう風に感知するんですね。へえ。ですので、あの光を浴びることが大事なんです。そうなんですね。そうなんです。じゃあもうカーテンを閉め切った中の暗いところで、うん、ずっと過ごすっていうのは朝も良くないってことですよね。良くないです。私たちの体内時計は24時間11分って言われているので、はい、その11分のズレをしっかり光でリセットすることがポイントです。それは朝の光とか太陽の光ではないといけないんですか？はい、その光が一番いいんですけど、うんうん、でも今の時期だとやっぱり外見ても真っ暗ですよね。うん、そうですね。ですので、そういう時は洗面所とか、はい、あとデスクライトなどを利用して、はい、30センチぐらい近づいて1分ぐらい、直接光を浴びなくてもいいので、はい、その光を利用して脳に光を届かせることがポイントです。顔に当てて脳にしっかり届けばいいということなんですね。うん、はい、そうです。そうするとぼんやりとした目が開いてくるので、はい、あの目覚めがよく